それでは続いて中二病の猫役をやってくれたおかゆ。はい、もぐもぐおかゆ。どうも猫またおかゆでーす。おかゆじゃーん。いや、一緒におかゆとミュージカルやりたかったんだよ。いや、僕もさ、毎年あきちゃんがミュージカルやってるの見てて、うん、いつか僕も参加したいなと思ってたから、今回こうやって声かけてもらえてすっごく嬉しかったよ。もう好き僕も出勤。おかゆはさ、これ今日やってみてどうだった？いや、もうなんか僕は、よし、かっこいい猫の役だぞと思って、もういっぱいかっこつけてやってたから、うん、最後にあきちゃんが僕の名前呼ぶときに、なんか中二病猫みたいな言ってて、うん、ってなったんですけど、あきちゃん。フラッシュバック。とてもかっこつけたがりの猫がいました。みんなからは嘘つき呼ばわりされています。本当はみんなを楽しませたいだけなのに。面白そうなことが大好きなだけさ。まあ、ちょっとね、途中の歌の歌詞とかをよく見てもらうと、結構なんか中二感あふれる感じだね。そうだったの？めっちゃかっこいい猫だと思ってやってたよ。まあ、あえて中二病の猫だよとはおかゆに伝えなかった。もう今初めて知った今。いや、でもそのカッコつけがね、やっぱかっこいい感じになってたから、うん、やっぱちょうどよかったんじゃないかな。よかった、じゃあいっか。じゃあいいよ。じゃあいい。え、なんか二人でさ、掛け合ってハモるとこめっちゃ好きなんだよね。わかるー。歌っててめっちゃ気持ちよかったよ。そこをみんなもちょっといっぱい聞いてほしいところだよね。ねえ、いっぱい聞いてほしい。はい、じゃあ今日は一緒にやってくれてありがとう、うん、楽しかったよ。こちらこそだよ、めっちゃ楽しかった。あ、あきちゃん、今日はお誕生日おめでとうだよ。ありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、うん、お願いします。お願いします。